Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ラストオブアスの実況続けていきたいと思います。今ね、ここトラックを抜けるためにね、ういっす、おおおおお、いきなりガー、いきなり本当にガーってきやがった。ふざけんなお前、ほらジョエルパンチ、ジョエルパンチ、ジョエルボールガー、カッソガ、ほらほらほら、せやほら、やばい、やなんだこのマーク、よくないぞ、このマークよくないぞ。ジョエル、あ、ベス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 、ジョエルパンチ、ジョエルパン、決まった。よしじゃねえ。どんだけ強いんだお前のパンチは。発病したばかりよ。そうみたいだね。他にもいるな、行こう。格好からしてパトロールだね。フル装備なのにジョエルのパンチの前には倒れるんだ。すごいね、ジョエルのパンチにはアーマーボーナスとかついてるんだろうね、きっと。ジョエパン。ジョエパンワンパンって感じだね。すごいよ。人をボクサーするってこんな簡単じゃないと思うんだけどね。動いたよ、これ。あれ？中になんか入ってるんじゃないの？あ、これで出ろと。いうことね。はいはい、これ乗ればいいのね、ロブスター。この町はロブスターのトラックがいろいろ流行ってたんだね。港町なんだね。あ、港から出たもんね、そういえば。ツインタワーがあるとニューヨークって話になっちゃうけど、ニューヨークじゃないよね、多分。今度何の町かね、調べとくか。コメント欄でね、知ってる人いたら教えてね。アメリカの何の町の話か知りたいね。2142。回復は、もうちょっと取っとこうか。もうちょっと取っとこうね。ほんの少し減っただけだもんね。あー、ジョエルボルグすぐ壊れちゃうな。日本刀とか、あれ？このトラック入れるじゃん。この中、入れる。あ、ジョエルボルグあった。よし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 。医療パンフレット？医療パンフレットってなんだ？どれ？遺品？デレクメモ、医療パンフレット。何これ？安全の処理。感染者、これは何だ？寄生菌のホストではない、冬虫夏草の一種で、人の脳へ寄生し、あー、なるほどね。現代では一部の昆虫への寄生のみが確認されています。あー、昆虫をね、少し、ね、動かすんだよね。行動を支配するというか。ギザが現在ね、胞子の吸引、もしくは噛まれる、などによって感染すると。あー、感染後5日2日間で患者の脳へと転移する。脳の転移後、寄生菌は患者の思考を乗っ取り、すべての身体的行動をコントロールする。恐ろしい。あ、冬虫夏草に感染するあの菌類が、人間にもし感染したらっていうインスピレーションなんだね。なるほど。しかもそれと不快の胞子とか、ああいうのを、ね、膨らませてってことだね。病状がすでに菌が体内から胞子として、なんだよ、よく読めない。排出される。うん。治療方法、現段階ではない。ああ、ワクチンがないと。遅らせることもできない。あ、なるほどね。寄生菌の、いるね、確かに。ああ、いるいるいる。あれだよね。虫に感染して、その虫を、本当は鳥に寄生する寄生虫なんだよね。だけど、まず虫に感染して、その虫を、こっちよ。鳥が見つかりやすいように行動を制御して、木の上の方とか明るいところに出てこさせようとするんだよね。で、それを見つけた鳥がそいつを食べて、冬虫夏草入りの。で、その鳥が、冬虫夏草が感染っていうか、冬虫夏草が鳥の中で寄生生物として増えて、何の音だ？何の音？急いで。あ、くそ。あ、すごい。これはよく考えてる。分かってる。あれはランナー。ランナーだ。クリボーじゃないぞ。ランナーだ。やべえ。やべえ。捕まれた。捕まれた。うお。やば。よ
足になんかついてる。え？ここを通りましょう。ああ、なんだ、手か。肝、大丈夫だよ。肝ってお前手じゃなくて俺のことだろ今。さりげなく俺のこと肝って言ったろ本当は。分かってんだよエリー。お前ちょっと後できっちり話をつけるから、もうお尻ペンペンな。お尻ペンペンの毛だぞ。エルさん？あれ？作業台を見つけたら集めた部品を使って武器を強化しろ。マジっすか？抜け出した？町を探検したの。感染した時はモールにいた。抜け出しちゃったのね。どうやって行ったの？それはいろいろ。まあまあ秘密の通路とかね、いろいろあるわけだ。それでこうなったわけ。ランナーがウォーカーみたいなゾンビ系で怖いんだね。でそれが進むとクリボーになって。よくマーリンに撃たれなかった。あれだね、クリボーはあんな徒党を組んで人を襲ってくるって感じじゃないんだね。なんていうか、下手したらランナーもクリボーはランナーも攻撃しちゃうのかもね。なんか面白いね、何段階かあるって面白いね。これでマガジン上限をアップしたよ、一応少し。いい感じだ。本当は攻撃力アップした方が良かったかもしれないかな。マガジンで弾がね多い方がいいよね。リロード少なくて済むから。おいエリー、このしょんべん娘、ちょっと待て。お前ちょっと話決着つけよう。ちょっと大事な話がある。あれ、なんか避けなくなった、もしかして。さって避けてたのに。あ、エリー、もしかしてあれか、いよいよ私と信頼関係ができてきた感じ。ピョンって避けなくてよくなったね。なるほど。ついにね、エリーもこのパパのダディのね魅力に気づいてしまったようですね。私の教育的指導が効いたみたいだな。さてサプリメントでも強化したいが、15個しかないの。もっと手に入れてなかったっけ。じゃあ行こうか、次の場所行こう。グワー来そうだよね、またあいつら。グワー来られたらやばいぞ。コピー機か印刷機みたいだけど、この辺はあんまりないかな。あった、よし、銃の弾。こっちは金？ごそごそ言ってる。こっちがルートっぽいね。あ、じゃあさっきの部屋見てきた方が良さそうだね。ちょっと探してこよう、一応。ドン。いけた。何？どうした？おならでもしたのか？おならぐらいどうってことはないだろう。誰だってするもんだ。な？そんなにね、ティーンエイジャーところは気になるだろうけど、おならなんてね、社会に出たらみんなするのんだよ。プップップップエレベーターでもね、みんなするもんだから気にしなくて大丈夫だ。私はちなみにね、ちゃんと音立てないでするから大丈夫だ。ジェントルマンだからね。ジェントルマンはね、やっぱり気にしないといけない。でもティーンエイジャーの女の子はそんな気にしなくて大丈夫だぞ。太ってるとかね、全然痩せてるから大丈夫だ。過度にダイエットなんてしちゃダメだぞ、みんな。分かったか？どうした？うんち？うんちだったのか？もしかして、台の方だったのかな？ここ古い美術館で、数百年前のもの。本当？美術館か、いいね。エリーにはいいんじゃないか？エデュケーショナルな場所が必要だろう、エリーには。あ、船。私もこういうの好き。かっこいいじゃん。よくできてるね。作り込んだね、本当に。すごいすごい。アーティファクトとか化石じゃないこれ。なんかの化石だね。
よくできてる。あった、ハサミゲット。おお、ナイフ作れる。おーし、これありがたい。よしよし、こう治療キットはまだ。おっと、誰かが飛び出してる。この服にさ、変えられるとかだったら面白いね。あのデッドライジングみたいにこのなんかね、独立戦争の後の火をつけろ。ナポレオンじゃないけど。ダメだ、どうした。あ大丈夫だ。なんとかそっちへ行く。やばい、あ、クリボー、クリボーがいたね。やばいぞ、いけないいけないいけない、やばいやばい、ベスがベスがベスが襲われるベスが襲われる、クリボーになってしまう。ベスがまずいぞ、やつらの手下になってしまう。ベスが早く行かないと。ここで行ける？行けない。どこだ？まずいぞ。あ、テスか。テス。テス。テス、まずいぞ。くそ。まずいな。このままでは、このままでは、いろいろある。もらっとく、もらっとく。この辺もらっとく。よし。クリボー、クリボーが、美人のクリボーができてしまう。まずいぞ。一緒にお休みに行けないじゃないか一緒に休みに行けなくなってしまうぞ。ホリデーに行くんだろう。のんびり二人でね、こうゴローンってしながらさ、腕まくれでさ。あー、やばいな。ビーチで寝そべってみたいな感じがやりたいよね。あ、馬車がある。わ、すごいよこのクリボー。ちょっともうなんかクリボー化し、服がもう、よっしゃ、なんなのその頭、本当に食べれんのそのキノコね。え、食べれんならさ、栽培できるけど人類の新たな食料源として、冬虫夏草の一種なら、こう人間を行動支配することによって本当に寄生してほしい何かに、見つかりやすいようにとかね、本当に寄生してほしい何かにこう有利なように動こうとするっていう話なはずなんだけど、クリボーはこれどういう行動理念なんだろうね。とにかくあたりで動くものを攻撃してるよね。で、胞子で人間に感染してもっと広げたい。あ、だから周りにいるであろう人間を、うわ、バレた。はい、この壊れた、もしかして。やばい、ジョエルパンチ。え、嘘。ああ。マジか。ジョエルが。クリボーには素手で真正面から戦えないんだ。掴まれちゃうとやばいんだね、クリボーには。こいつはランナー。ああ、こいつはもうクリボーか。知らなかった。日々新しい発見の連続だ。クリボーには素手では立ち向かえないんだね。これを当てるとびっくりするって言ってたよね。当てた。え、これでどうするの？これでどうするの？あ、今みたいに、うわ、もうやばいってなった時にレンガをボンって投げるとひるませることはできるんだ。一人ぐらいは。やべやべやべ殴っちゃった。もういたー、おらー。近接武器が何かしらあると大丈夫なんだね。で、ジョエルボルグは、ジョルカリボルグはジョルカリボルグだと、まあ1体倒すと壊れちゃうって感じだね。やっぱり聖剣ジョエルカリバーがないとやばいね。ジョエルカリバーもそんな持たなかったよね。やっぱリボルバーか。やっぱクリボーにはリボルバーが必要だな。アイテムはなさそうだ。いた。
ナイフはないから撃つか。もうジョルカリボルグもないもんね。だってどうしようどうしよう、無視していくか。ああなんだ、無視していけそうだね。行っちゃう行っちゃう、よし行こう。やられたぜ、まさかの、まさかのクリボーにジョエルパンチが効かないとは思わなかった。閉めた方がいいんじゃない。ダメダメ、閉めらんない、ドアは閉めらんないんだこのゲーム。よし行こう、もう大丈夫だよね。ジョエルレーダー発動。ジョエルレーダーの間は普通にこうゆっくり、あっとか言ってる。あれ襲われてんじゃないの、あそこで。もしかしてほら、あそこだあそこだ、この上だ。アイテムはない。もうジョルカリボルグも何もないからリボルバーで行くしかないよね。うわ荒ぶってる、おお荒ぶってる荒ぶってる。あいつランナーか、叫んでるからランナーっぽいな。クリボーの方があの単体の戦闘力は、なんだうわふざけんなこの野郎、おれおれおれ、まだクリボーになってないならこの私に勝てると思ってるか。この中だ、いた、あ噛まれてた、大丈夫、やられちゃった感じ。え、どこにいるのエリー。やばい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 、撃つしかねえ、おらジョエルパンチジョエルパンチ、うわあ激しい激しい激しい、やべえ撃つしかないだろこれ、ヘッドショット、やった、うわこっちからも何体いるんだお前ら、おらおらおら、ジョエルパンチで決まった。よしあとはあいつだ、おいやおいや、まだ一体いた、まだ一体いるね。よし来い、ジョエルパンチ、ああああ、ふん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 、どりゃまだ来るかジョエルパンチ無双、今のは危なかった、やばかった。エリーもベースも私がいなかったら完全にやられてたね、やばかった。なんなんランナーって一体、えベースどうしたの。なんかさベース噛まれてそうじゃねえこれ、なんとなく、なんとなくそんな気がしてならないんだけど、イギリスの旗？あれ？アメリカの旗？どういうこと？これ独立戦争の話？イギリス軍からの独立戦争って話かな？なんとなくアメリカ独立戦争みたいな話？なるほどね。まあアメリカもね、まるで自分の国だみたいに言ってるけど、もともとは先住民の人たちを虐殺して奪った国だからね。泥棒国家なんだよ、この国だって。独立だなんだ、偉そうに言ってるけどね。ベス、大丈夫？お前大丈夫か？かすり傷よ。噛まれてかすり傷だと、だって感染しちゃうんじゃないの？こっち？ベス感染してるんじゃないかな。あの休みに行こうとかいうのもなんかフラグっぽかったし、やだな、せっかくベスと仲良くなったのにな。私ベス好きだったんだけど。向こうへ渡りましょう。今のうちにいろいろやっといた方がいいんじゃないのか。ベス、あそこが議事堂、後悔する前に。あ？これ持てるって、これ武器、
こういう武器でもいいよ、私。ジョエルならこれでふわーってまとめてさ、殴り飛ばせんじゃない？これ体験扱いで。体験扱いでいいよ。クレイモアみたいに。両手持ちの剣。ここ？よし。もうムービーになった。足元に気をつけて渡れよ。ちょっとばかり。生意気なやつだ。しょんべん娘。まあその心意気だけは買ってやろう。大したものだ。私はこれダメ。本当だったら怖くてしょうがない。どうした？お前の願いは叶ったか？まだわからない。え？けどいい景色だね。ああ、さあこっち。外の景色を見たことなかったの、ね、ほら早くして。あ、どうしたの？別何いらっしゃんの？なんか怪しいよ。あと少しよ。うん、集中して。わかりました。はい。 Yes ma'am とか言ったんだろうね、英語なら。いや、ベース怪しいなこれ。なんか集中してもさ、自分に言い聞かせてるような感じだよね。あ、だいぶ来た。行きましょう。あ、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。ベースのね、この行く末が心配ですね。ほいじゃあまたね。チャンネル登録、英語なのでサブスクライブをすると検索しないでも更新動画を確認することができます。チャンネル登録は右下のラビナイトアイコンの方から、もしくは画面下のサブスクライブボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。